USA-17-90 フート全長のトリマラン。救命 BOR-90。フィリピンの伝統的なパラウセン、ダブルアウトリガーヨットトリマラン、またはダブルアウトリガーとは三道線で、普通は主戦隊と主戦隊から張り出した横桁に取り付けられた二つの小さなアウトリガー戦隊で構成される。現代のトリマランのほとんどはレクリエーションやレース用に設計された。 搬送用ヨットである。その他にはフェリーや軍艦がある。海域東南アジアのオーストロネシア文化の伝統的なダブルアウトリガーカヌーに由来する。特にフィリピンと東インドネシアではこの伝統的な漁船の船体設計が依然として多数を占めている。ダブルアウトリガーは古いカタマランとシングルアウトリガー船の設計から派生した。 オーストラリアの造船会社オースタルによると、カタマランやモノハルと比較し、外船体の配置を最適化することで、波の発生を最小限に抑え、その結果、貨物船頭を積載した状態では速度を発揮する、際に必要な出力を最小化できる、横方向からの力を受けた時の揺れが、カタマランよりも少なくなり、向かい波を受けた時の縦揺れも抑えられ、 船酔いの抑制にも優れているなどのメリットがある。また、潜伏の拡大が容易となり、排水量と比較して、甲板の面積が広くなる。マイナス面としては、船体構造が複雑になるので、積載重量あたりのコストが高価になり、重量物の輸送に向かない、積載重量あたり船体サイズが大きくなり、船体下部の構造が複雑になるためドック入りが難しくなる。 また、速度性能は高いが潜伏が大きくなるため物張ると比較すると旋回性能が劣る。2005年から2020年の間に、オースタールは14隻のアルミニウム製の高速トリマラン船を建造した。そのうち11隻はアメリカ海軍向けだった。2020年は11隻のトリマランが建造中、または受注中である。オースタールはオーストラリアとアメリカに加えて、 ベトナムとフィリピンに造船所を有している。トリマランという言葉は、3を意味する、説盗語の、トライマイナスに、総動船を意味する、マランの後半をつないだカバン語であり、ウクライナ生まれで、現代的な多動船の先駆者であるビクター・チェチェットの造語だと考えられている。イラン人のラナン船。ダブルアウトリガーの軍船で、フィリピンのマギンダの王国と、 スール王国で18世紀から19世紀後半まで使われた。また、襲撃や海賊にも使用されていたオーストロネシアの船の発達における形態の派生過程、パラティックはレプリカでフィリピンのビサヤ諸島の伝統的なオーストロネシア文化の取りマランであるパラウ船を模している。最初のダブルアウトリガー船はオーストロネシア人によって開発され、今日でも 海域東南アジアの伝統的な漁師によって広く使用されている。これは古代のシングルアウトリガー船から発展したもので、風下時のタッキングの不安定さを解決した。ただし、ミクロネシアとポリネシアのオーストロネシア人の間ではダブルアウトリガーは開発されなかった。代わりにシングルアウトリガーとカタマランが使用された。ダブルアウトリガーの軍船は、 古代から近世まで海域東南アジアで広く使われた。例としては、フィリピンのビサヤ諸島やパンパンガ州のカラコア、イラヌンジンやバンギギジンのラノン、モルッカ諸島のコラコラ、ムンタワイ諸島のナバトボゴル、そしてボロブズール遺跡の船のレリーフ。これらは植民地時代にヨーロッパ人によってプロアと呼ばれることが多かったが、この言葉は広く現地の在来線を指し、 ダブルアウトリガー船以外のシングルアウトリガー船やアウトリガーのない船を指すこともある。20世紀セーリング用のカタマランとトリマランは1960年代と1970年代に人気を博した。現代的なセーリングトリマランは1945年にアメリカで長さ約24フィートの船舶用の合板で2隻のトリマランを建造したウクライナからの移民のビクター。 チェチェットによって始まった。彼がトリマランという用語を作り出したと信じられている。1950年代と1960年代にアーサー・パイバーは合板組み立て式のトリマランを設計、製造した。これは重く、現代の基準では海に馴染むものではなかった。それにもかかわらず、これらのいくつかは海を渡った。他のデザイナーたちが彼に続き、 トリマランクルーザーの性能と安全性が改良された。これらは自作用キットだったが、完成品も販売されるようになった。そのうちのいくつかは、長さ1936フィートで、日曜船乗り用に車で引いて輸送できるように、設計されている。インドネシア、西スラワシのマジェネで撮影。伝統的なオーストロネシアのクラブクロセールを備えた。 ダブルアウトリガーヨットであるサンデク1 0 0台の西洋製のトリマランは通常タンジャセールやクラブクロセールのようなオーストロネシア式の搬送ではなく標準的なバミューダリグである。また全体ではかなり幅広になっている。さらにフロートもアウトリガーカヌーのものよりもはるかに浮力があり大きな船型に見合っている。それは傾斜して沈んだ分だけ効力になりフロートが どこまで沈んでいるかは、リーフィングするタイミングの目安になる。向かい風に対する最大速度、最大速度、追い風の場合の速度に関するドラによる、客観的な比較では、二つの伝統的なアウトリガー線、フィリピンのダブルアウトリガーのベンタと、カロリン諸島のシングルアウトリガーの輪の両方を使った。それぞれ、当時の現代的、トリマランよりも優れていた。ローリア。 映画、ウォーターワールドで使用された60フィートのトリマラン廃止エラレガッタでのウェタトリマランレース、いくつかのメーカーは、フロートを取り外したり、配置を変えたり、主戦隊の近くに折りたためたりするトリマランを製造している。そうすることで、陸上輸送時に牽引できたり、マリーナの通常の単動船と同じスペースに収めたり、できる。 いくつかのメカニズムによりアウトリガーをコンパクトにできる。トーマス・コービルはトリマランのソデボウルティムで2016年12月25日に達成した49日3時間の単独世界周航の世界記録を保持している。彼の偉業に先立ってフランシス・ジョヨンは2008年1月20日に単独世界一周の世界記録を達成した。51歳のフランス人は トリマランで57日13時間34分6秒で地球を一人で一周した。彼は2005年2月に達成された英国人のエレン・マッカーサーの記録を破った。彼女はナイジェル・イレンズの設計したトリマランで71日今日を海で過ごした。フランシス・ジョヨンと5人の乗組員は2016年12月から2017年1月にかけて トリマランのアイデックスポーツで、現在の絶対最速の海上世界就航記録、40日23時間30分30秒を出した。平均速度は26.85ノットで、航行した。総距離は26,412回り。2020年の初めに、同じ船が香港からロンドンまでのティークリッパールートを32日弱で、走破した。これは、 当時のクリッパーがルートを航行するのにかかった時間の3分の1である。水中翼音走の実験船として作られたトリマランハイドロップティールはフランスのフォッシュルメール近くの会場で短時間56.3ノットに達したが横転してその後間もなく完全に転覆した。ゴールデンゲートヨットクラブが編成した BMW オラクルレーシングチームは2010年2月14日に スペインのバレンシア沖で開催された2010アメリカズカップでカタマランのアディンギを2から0で破って優勝した。1992年以来アメリカズカップを獲得した最初のアメリカ代表である USA17 トリマランの固い方は決定的なアドバンテージを提供しトリマランは各レースでかなりの差をつけて勝利した。アースレースは2008年に動力戦による 世界一周の世界記録60日23時間49分を達成した高速フェリーに使用されている。2005年カナリア諸島で運行するスペインのフェリー会社フレッドオール 1000SA 向けの全長127メートルの船ベンチジグアエクスプレスをオースタルは建造した。この船は最大で40ノットの速度で1280人の乗客と340台の車。 または同等物を運ぶことができ、引き渡し時点では世界最長のアルミニウム船だった。HSC バハマーエクスプレス高速船は避難港から4時間以内の国際旅客航海、または避難港から8時間以内の500相トン数の貨物船向けに設計されたものに適用される規定に準拠している。すべての乗客には座席が提供され、寝室は用意されていない。 高速フェリーの需要は1970年代後半に始まり、当時は主にノルウェーで建造された。最終的にオーストラリアの2つの造船所、インキャットとオースタルが目立つようになった。当初多くの造船所によって建造をされたが、世紀の変わり目までに70メートルと3000相トンを超える大型船を建造しているのは2社だけとなった。インキャットは、 波浪貫通型船体のタマランを専門としていたが、オースタールは高速取りマランを開発した。2010年にオースタールは全長102メートルの春270を建造したが、2015年まで購入者を見つけられなかった。最終的にコンドルリベレーションと名付けられて、チャンネル諸島で運航するためにコンドルフェリー社に売却された。2017年にフレット・ウルセンは、 カナリア諸島で運航するために2隻の117メートルのトリマランフェリー、バハマーエクスプレスとバニャーデロスエクスプレスを注文した。2018年、日本の JR 九州は全長83.5メートルで速力約36.5ノットのトリマランフェリーを発注して2020年10月に博多港に到着した。トリマラン軍艦。 USS インディペンデンスイギリス軍艦の実験セントライトーンはイギリスの軍需企業キネティック社が2000年に建造した。2005年10月、米国海軍はジェネラルダイナミクス設計、オースタル建造の LCS トリマランを発注した。現代の海軍での最初のトリマランはイギリス海軍の研究船 RV トリトンだった。イギリス海軍のフューチャーサーフェイスコンバタントの 技術試験船として建造され、船体形状の実用性を確認するために使用された。2007年から2015年まで、この船はオーストラリア税関の海上警備隊で使用された。ジェネラルダイナミクスが設計して、オースタルのアメリカ造船所で建造された、沿海域戦闘艦も取りまらんである。USS インディペンデンスは、これらの船の最初のもので、 ロッキード・マーティンの沿海域戦闘艦は、単導船である。2012年8月31日に、バリ海峡を最初に航行した、全長63メートルの炭素複合材トリマラン、高速ミサイル艇は、クレイバン急高速攻撃艇と名付けられた。インドネシアの東ジャワのバニワンギに本拠を置く、造船会社のースシーボートによって建造された、インドネシア海軍のステルス性を備えた、 取りんであるこの船は多くの先端技術を結集して作られている。船体はインフュージョン成形で炭素繊維ビニルエステル複合材で全構造が作られた波浪貫通型船体でステルス性を高めた船体形状とともにレーダー探知を減らすことを目的としている。クリー・クレーバンは2012年9月28日の メンテナンス中にエンジンルームの電源のショートで発火し、全損となった。43メートル級トリマラン、オーシャンイーグルは、1998年に、動力船世界就航記録を達成した、トリマラン、アドベンチャーなどの設計者であるナイジェル・イレンズの案を、元に、フランスの造船会社、CMN、MM、が建造して、モザンビークで、沿岸警備任務に就く予定である。ありがとうございます。